こんにちは、変形合体です。今日はトランスフォーマーレジェンズ LG9 ブレインストームをレビューします。まずこれは何かというと SF-Z ですね。残念ながら武器が片方見つかりません。ビーグルモードのギミックとしてはランディングギアがあります。ただしタイヤがどこにもついていないのでこの走行はできません。他には主翼を動かしたり尾翼を動かしたりできます。あとはキャノピーが開閉できます。中にはヘッドマスターが入ってます。ここは若干閉まりにくいですね。ちょっと完全には閉まらないです。シューティングゲームに出てきそうな飛行機ですね。それでは早速変形させていきます。トランスフォームダッシュ。まずキャノピーを開けてヘッドマスターを取り出します。そしたらランディングギアを収納します。次にこの腕が足でロックされているので次に腕を外してロックを解除します。そしたら腕を伸ばして拳を取り出します。反対側も同様に腕を外して回転させて拳を取り出します。次にこのすねのカバーを開いてつま先を出します。そしたら当然次は普通に変形させずにこのように足のロールを使ってそうですね、誰もがやってしまうガオーク形態ですね。足のロールがあるのでハの字にできるのがいいですね。これはちょっとヘッドマスターを乗せておいた方がいいかもしれません。武器も持たせるとなおいいですね。それでは続きですが一旦ここまで戻して機種をロックを解除します。そして足を前の方に持っていくんですが、ここサイドアーマーを開いて、足を開いて、こちら側に持っています。反対側も同様に、足を開いて、こちら側に持ってきたら、この機種を倒します。これで、足を調節して、このウィングを倒せば、ボディの完成です。それでは次にヘッドマスターを見ていきます。まず足を伸ばしてみると、こんな感じです。ちゃんと手も造形されています。頭への変形ですが、こうですね。足が逆に曲がるので、ちょっと痛そうですね。イケメン顔です。ドゥクドゥクドゥットゥーンヘッドオン。ロボットモードの完成です。しかしそれにしてもこのブレインストームめちゃめちゃかっこいいです。顔もめちゃめちゃイケメン顔です。武器を持たせるとこんな感じです。しかしこのブレインストームかっこいいのはいいんですが旧玩具に似ているかどうかといえばそんなに似てないですね。右のファンズプロジェクトのポイストの方が旧玩具には似てます。しかしこの2人もしやクロスヘッドオンができるんじゃないかとお考えの方もいらっしゃるでしょうが残念ながらできません。こっちも残念ながらできません。今のところ他のヘッドマスターはまだ発売されていないので本当にクロスヘッドホンできません。かっこよさを楽しむ場合は本家の方で凝った変形を楽しむ場合はポイスの方がいいですね。それでは可動範囲を見ていきます。まず頭が柔軟に動きます。次に腕ですが付け根が360度回転して横には90度上がります。ロールもあって肘が二重関節で完全に曲がります。残念ながら胴体は稼働しませんが足が前がこのぐらい上がって後ろにもこのぐらい
上がります。そして横もサイドカバーがちょっとこれ以上上がらないんですが、まあ、ここまでですね。そしてあとはロールがあって膝が90度以上曲がります。つま先がこれぐらいですね。前後にも稼働します。ちなみにヘッドマスターがトランスフォームするときにはトランスフォームダッシュと叫んでいます。なぜダッシュなのかは分かりません。それではビークルモードに戻していきます。トランスフォームダッシュ。まずはヘッドオフしてこのパラメータを戻して座席にします。ちなみにこの胴体はトランステクターと言います。次に武器を取り外して機種にセットします。そしたら機種をこのぐらいまで持ってきて足を後ろに回してここでロックします。反対側の足も後ろ側に回してここに穴があるのでロックします。ここですね。そしたら線のカバーを開いてつま先を収納します。収納したらカバーを閉じます。次に機種を上に持ち上げてロックです。そしたら拳を収納して反対側に向けて折り返します。で、足のところにロックする穴があるのでここにセットします。反対側も同様にまずは拳を収納して反対側に向けてここにロックです。そして尾翼を立てればビークルモードの完成です。次にヘッドマスターは足をこのようにしてトランステクターにヘッドマスターを乗せてキャノピーを閉じれば完成です。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。トランスフォーマーなどの変形合体するものを毎日レビューしていますのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。